はい、お疲れ様です。アイスファクトリーのアンドロイドの動画になっておりますけどね、少年のみのおばつけたいとおりますけれども、さあ今日も無事に終わりましたね。わー、しみるね。冷たいビールが美味しい季節になってまいりました。最近あれなんですよ、なんかね、昔の動画を掘ってよ見てもらえるようになったのかな、なんか古い動画にね、コメントがすごいいっぱい入ってくるようになって、ありがたい話なんですよ。うち一応収益化してるんで、古い動画また見直してもらえるっていうのは、なんていうの、こういうの不労所得みたいなこと、あれなんですよ。こんな昔になんか飲みながら喋ったのが、あ、なんかまた収益が20円30円ついてるみたいなねまあそんなレベルなんですけど、だからそういったところにコメントを来てて、何の話したんだっけな、だからその何年も前の動画にコメントがついても、ああそうっすかみたいな感じで、まあわざわざその動画を見直してね、どんなこと喋ってたっけな、あ、それでこういうコメントなのねみたいなのは、まあ検証はしてないっすよ。最近もこの動画どんなこと喋ったんだっけなって思ったんだけど、まあ、気になったコメントが、ヘッドライトの、電球の交換相場は2000円ぐらいだっていうコメントがあってね、相場は2000円ってね、まあそれはその方の、いやまあまあ、どんなね、なんかすごい今の言い方でね、なんか悪意があるようにとか、いやいやそんなもんでしょみたいなノリで書かれてるのかね、文面ではそのテンションがわからないのかね、なんでどんなテンションで言ってるのかわかんないんですけど、まあ言ったらバイク屋さんがね、原付の電球の交換するんだったら2000円ぐらいが相場じゃないのみたいなコメントにちょっとやっぱ若干なえましてねつうのも、だって2000円って下手すりゃ電球の仕入れですよ僕らの交換する技術量ってそこ入ってこないと、いや、うちも車種によっては電球の仕入れから加味して2000円ちょっとぐらいで交換できる車両はあるんですけど、まあ、それを相場って言われちゃうとね、だって本当に電球っていろんな多種多様な特殊な電球を使っているものなんかもあって、原付の電球交換でも本当3、4千円いただきたいケースとか、あとはそのね、脱着、ヘッドライト周りの脱着が簡単なものから難しいものまであって、電球は安いものを使ってるけどコーチングが結構ね行ったりとか、いや簡単に交換できる機種だけど電球が高かったりとかね、まあ、最近はここ数年作ってる国内のモデルなんかだと、うちのスズキのレッツなんかでいけばまた電球安いものに原点回帰してたりとかね、まあ、こういうのってコスト作る時のコストダウンのことを考えて安い電球にまた戻してるみたいなね、古い感じの電球ですよ、なんだけど、なんとなくそこに皆さんね、インターネットでのお買い物に慣れちゃってる、そういうせいかね、黒帯の方とかがね、なんかインターネットで見るとこんな部品こんな値段で売ってるのに、バイク屋に頼んだらこんな値段取られたみたいなのが、そのバイク屋の技術量抜きに一割歩きしてるような気がしてね、まあそれで高えの安いの言われてんだろうなーって、ちょっとね残念な感じしたんですよ。まあ原付屋から言わせてもらうと、その高いなりの理由はあるというね、まあやっぱりトラブった時のとか、だからやっぱバッテリーなんかが分かりやすいですよね。うちが今問屋さんの都合で、まあ、うち原付メインにやらせてもらってるのが台湾湯浅結構在庫持ってるんですけど、まあインターネットでね、まあ、皆さんバッテリーもインターネットなんかで購入されるときは本当ね、底値から買わない方がいいですよ。やっぱり安いものってね、バッテリーって本当恐ろしいんですよ。外れすげえあるんで、僕もいろんなものを試した結果、まあ台湾湯浅だったらなーっていうのがあって、で問屋さんもその今台湾湯浅が明るいんでね、まあもちろんメジャーブランドも扱ってるんですけど、ただその辺のもうメジャーなブランド、まあ、メーカー推奨みたいなね、
物を頼んじゃうとすごい高いから、まあ問題ないレベルで台湾に言うはさあ、で、対応できない車両あるんですよ。ちょっと自分の経験上この車両にはこのブランドのこのバッテリーみたいなものはあるんでね、そういう時は在庫持ってないと取り寄せて、まあもちろんお客さんに事情は説明するんですけど、だから台湾ユアサを使っててもちょっとねネットで買えるような金額で僕は、まあ、出してないです。はっきり言ってすげえ高いです。それは僕の交換工賃込みでやってるからなんですよね。で人によっちゃねバッテリーなんか自分で買えりゃいいじゃんみたいな、バッテリーだけ出せよみたいな方いらっしゃるかもしれないんですけど、まあ僕はバッテリーを売る仕事はしてるつもりがないので、僕のね、まあ、バッテリーだけに限った話じゃないですけど、僕の技術量込みの値段の設定しかしてないから、バッテリーだけ売ってよって言われても値段設定してないですよね。まれにまあ、仲間内なんかがバッテリーだけ買いに来たりすることあるんで、まあ、その時はあれ仕入れいくらだったっけなとか、まあ、少し乗っけて出すみたいなことはするんですけど、それでもネットで買った方が安いんじゃないの。だから僕はそのねバッテリー買って自分で交換できてそれでいいのだっていう方相手の仕事をしてないから、そこはそういう方がねうち高いなって思われるのはね、それはもう当然かもしれないですけどね。だから僕もバッテリーの交換で偉そうに技術量とかやってるわけじゃないですよ。ご来店いただいたお客さんの車両のコンディションをきちんと把握して、まあ、バッテリー変えればいいのかはたまたみたいなね、たまにエンジンかかんないからバッテリー変えてくれって言われたお客さんの車両を見ると、これバッテリー変えてもエンジンかかんないですよっていう車両があるんですよ。だからそこのまず見極めで、バッテリーの交換でエンジンがかかった後の充電量のチェックとかね、あとはまあ当然安全点検なんかをして、まあ、空気圧のチェックなんかしてお出しすると、で、まあ、あとは期間限定ではありますけど、そのバッテリーの保証をね、もちろん短期間ではありますけども、バッテリーが当たり外れがあるもんなんで、あるんですよ初期不良とかね、そういった、まあ、お客さんがネットで買ったらもうあんまりねそこ面倒見てくれるところってなかなか少ないと思うんで、そういったところ僕らもリスクを背負ってね、その分ちょっと高めにお出ししてるっていうところあります。結局お客さんがこのバッテリーすぐダメになっちゃったんだよってなったら、ああそうでしたかすいませんっつってね、すぐ交換のご対応ですとか、これ結構博打あるのはね意外と僕何件かあるんですけど、どうもねイグニッションオンにしたままバッテリー上げちゃう方って結構いらっしゃってね、新品に変えたばっかりのバッテリーでそれやられちゃうとね、結構この間バッテリー変えたばっかりなんですけどもうダメなんですけどみたいなねそんな一回ちょっと対応したことあるけど、これ明らかに車両に不具合もないけど、ああっつってね、バッテリーもまあでも正確には判断つかないし、これ鍵オンにしてませんでしたみたいな話はね、まあさせていただくんですけど、まあたまにうっかりね鍵オンにしたまんまでしたっておっしゃっていただく方がいらっしゃるんですけど、まあ大体ね、まあ本当か嘘か分かんないけど、いや鍵は別になんともいう方が大半ですよね。だそういうところもまるっと、飲み込んであげられるようにね、まあ言ったらクレーム対策というか、お客さんには申し訳ないですけど、こう何かあった時に保険料みたいんでね、バイク屋さんには余分に払ってんだよなみたいに思っていただけるとありがたいなと思うんですよね。なんとなくこうお客さんの方も安くするのが企業努力だみたいにね思われちゃってると、なかなかバイク屋 やりにくいなと、まあ、僕なんかは割となんか丁寧な接客とか、その後のお客さんの安心感とかを提供させていただいて、本当は1000円でねやってるバイク屋さんもあるけど、うちはそこ1200円いただけませんかねみたいなとこ目指しちゃいるんですけどね、まあ、だからまあ日頃から言うんですけど、こういう動画の配信っていうのもフィーリングの合う店探してくださいってことでね、はい、そんな感じでやっておりますんで、まあ応援していただける方いらっしゃいましたら、また、なんかあったらお仕事ください。ありがとうございました。